皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。小学校6年生の算数、今回は学柱と円柱の体積、この求め方についてお話しします。この学柱円柱の体積を求める公式あるので、まずこれを覚えちゃってください。学柱円柱の体積を求める公式、これは底面積×高さです、ね、底面積×高さ、何度も声に出して言うと覚えちゃいますよ。底面積×高さ、これが学柱円柱の体積を求める公式です。ではなぜこの式になるかというのを、ここにある四角柱、これを使って簡単に説明します。ここに、底面、長方形3センチ、5センチですね、縦3センチ、横5センチの長方形があります。そしてこの立体の高さは4センチですね。この時底面積、これ3センチと5センチをかけた3×5×15ですけれど、これってここに1センチずつ区切ると1立方センチメートルの立方体が横に3つ、奥に5つ並んで 3×5 で15個並んでいるということが分かりますよね。そしてこれが高さ4センチですから、これが4段ある、ね、何段あるかを表す。ですから、3個ずつ後ろに5列、そしてそれが4段あると。この時 3×5 って底面積ですよね、15平方センチメートル、それに高さの4をかけて、ちょうどここに1立方センチメートルの立方体がいくつあるかという数にちょうどぴったりになります。こういうことで円柱、角柱の体積は底面積×高さ、これで求められるということです。これを計算すると60ですね。ですからこの四角柱の体積は60立方センチメートルということになります。ではこの底面積×高さ、これを利用して3つの立体の体積を求めてみます。練習問題の括弧1、これは円柱ですよね。円柱の底面の半径3センチです。円の面積覚えていますか？半径かける半径かける 3.14 ですね。底面積はその式で求められるので、半径3なので 3×3×3.14、 これにこの立体円柱の高さ10をかけます。これを計算すると 282.6 となって、この円柱の体積は 282.6 立方センチメートルと、こうなるわけです。では括弧にですね、あれちょっと違うぞと、柱じゃないんじゃないと思うんですけれど、これ三角柱が寝てるだけですよね。ですから計算するときにはこれを起こしてあげます。起こしてあげたらね、こんな三角柱、ね、ちょっと変なのになりましたけど、こんな形になりますよね。ですから底面ここですよね。ここが底面になります。三角形の面積は底辺×高さ割る2です。この直角に交わってる2辺、どちらかが底辺、どちらかが高さになるわけですね。この場合はじゃあ6×3、底辺×高さ割る2、これで三角形の面積、底面積が出ました。これにこれ起こした時、ここ12センチの高さになるので、高さの12、これをかけます。6×3÷18÷2、 9×12 ですね。そうするとこれ108になるので、答えは108立方センチメートルと、こう出てくるわけです。括弧3番はこれ底面台形なんですよ。台形の面積の出し方覚えていますか？
括弧上底足す下底括弧閉じかける高さ割る2ですよね。この台形上底3センチ下底6センチですから括弧3足す6括弧閉じかける台形の高さこれ4センチですね。かける4割る2これで台形の面積底面積が出ました。これに立体の高さこれですね5センチをかけます。かける5とこれ括弧があって掛け算割り算掛け算ですが括弧が最初ですよね。ですからこれ9×4÷2×5 となりますね。18×5 でこれ90になるのでこの四角柱の、ね、体積は90立方センチメートルとこのように、計算できるわけです。今回は角柱と円柱の体積の求め方、角柱円柱の体積は底面積かける高さ底面積かける高さ何度も口に出して言えば自然に覚えられます。ぜひ覚えちゃってください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。